ここは東北新幹線と東北本線が発着する新白河駅です。本日はここ新白河駅から黒磯駅まで東北本線を走る E531 系に乗車していこうと思います。なぜ E531 系が東北本線で使用されるようになったのかという経緯も合わせて説明していきますので、本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。新白河駅には在来線ホームには自動改札機はありません。そして IC カードなども使えないので注意が必要です。本日使用するのは青春18切符、こちらで改札に入場していきます。それでは時刻表の方を確認していきましょう。新白河駅を発着する東北本線は下り上りともに1時間に1本から2本ほどの運行となっています。下り線の場合は19時台、上り線の場合は12時台には1本も列車は発車しません。まず扉に入ってすぐ手前には5番線の黒磯方面というのがあるんですけれども、5番線の黒磯方面の方を見てみると、なんだかやけに暗くて列車が発車する雰囲気っていうのは全くないですよね。なんと5番線のホームから発着する列車というのは1日1本しかありません。それ以外の列車というのはこれから少し先に進んだところにある6番線と7番線からの発着となります。そして6番線、7番線というのもとても面白い構造、他の駅では見られない構造をしています。乗り場案内を見てみると6番線と7番線がなんと縦に1列に並んでいます。イラストをいくら見ていてもしょうがないので、もう早速ホームの方に降りていきましょう。ホームの案内表を見てみると6番線の黒磯方面、7番線郡山方面と、そして謎の8番線があります。このホームは1面2線なんですけれども、1面2線のホームに3つの番線があるっていうのはもうちょっと信じられませんよね。これがどんな構造をしているのかと言いますと、ホームの真ん中には車止めがあって、もう完全に南北で分断されています。郡山方面より東北地区ではおなじみの701系がやってきました。701系はもうここから南に行くことはありません。新白河駅から南側の区間は常磐線でおなじみの E531 系の運用となっています。駅名表を見てみると左側には何も書かれていない、まるでここ新白河駅が始発駅かのような感じになっています。5番線に1日唯一発着する運用というのがお隣の白河駅からの直通列車ということなので、5番線側には車止めはありません。それでは東北本線上り新白河始発9時53分発の普通列車黒磯行きに乗っていきます。こちらの列車はワンマン運転となっています。 E531 系には0番台と3000番台があるんですけれども、3000番台は東北地方での運行を想定した寒冷地仕様となっていて、ドアには凍結を防止するためのヒーターがついています。E531系は硬直両用の車両ということで、とても複雑なごちゃごちゃとしたパンタグラフがついています。実際に直流専用のパンタグラフと見比べていただけると、このパンタグラフがいかに複雑かというのがお分かりいただけるかと思います。 E531系は首都圏と車高が揃えられていてちょっと高めなので、客車自体のホームを使っている東北地方では少し乗りづらく感じます。この列車はワンマン運転なはずなんですけど、皆さん何か足りないことに気づきませんか？もうお気づきの方もいるかもしれませんが、ワンマン運転では絶対についている運賃箱っていうのがこの E531系にはついていないんですよね。まあ有人駅だったら特に運賃箱の有無っていうのは関係ないと思うんですけれども、これから走行する区間には無人駅がほとんどですから、 JR 東日本は信用乗車方式という方式をこの区間では取っています。信用乗車方式とはその名の通り、お客さんが正しい切符を所持しているという前提で運行する、例えて言うなら野菜の無人販売所みたいな感じですね。9時55分定刻より2分遅れて新白河駅を出発です。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は東北本線普通黒磯行きワンマンカーです。この列車の運転士は黒磯券の発売および生産を行っておりまして、次は白河です。
ドア上にある停車駅案内を見ているんですけれども、なんと東北本線の案内というのは書いていません。やはり E531 系は常磐線と水戸線での運用がメインとなっているためでしょうか。ちなみにこの車両の所属は勝田車両センターなんですけれども、勝田車両センターに戻る際は黒磯駅から小山駅までは回送列車、小山駅から勝田駅までは水戸線の普通列車として運用されるらしいです。そして次は路線ネットワークを見てみました。さすがにこれだけの範囲があればあるだろうと思いきや、黒磯駅から北の区間というのは乗っていません。それではなぜ東北本線の新白河黒磯駅間で E531 系が使用されているのか、その理由について説明していきます。東北本線は東京駅から黒磯駅間が直流電化、黒磯駅から盛岡駅までが交流電化となっています。2017年まで黒磯駅は直流専用の電車と交流専用の電車が相互に発着しており、手動で交流と直流を切り替えて運転をしていました。ですが2017年6月2日交流電車が来て、交流電流を流さなければいけないところに誤って直流電流を流してしまい、列車がショートをしてしまうという事故が起きてしまいました。まさにその事故というのが東北本線で E531 系が使用されるようになった理由です。ということで2017年の10月14日からは事故の再発防止策として黒磯駅の北側にデッドセクションを設け、黒磯駅への交流電車の乗り入れはなくなり、黒磯新白河間は高直両用の E531 系とキハ110系での運転となりました。キハ110系はそこまで長く運転されることもなく、2020年の3月からは今乗っている E531 系に全ての運用が固定されました。最後に高く黒磯間のデッドセクションの通過の様子を撮影してましたのでご覧ください。まもなく終点黒磯折り口は左側です。全てのドアから乗り降りができます。降りの際は電車が止まってからドア横のボタンを押してください。宇都宮線那須塩原宇都宮方面はお乗り換えです。お乗り換えで乗車券をお持ちでないお客様は乗車駅証明書をお持ちになり、乗り換えた車内または降りられた駅でご精算ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。We will soon be arriving at Kuroiso Terminal. You can get off of all the doors. When you get off the train, please push the button beside the door on the left side. Please change it for the Utsunomiya Line 4, Natsushiobara, and Utsunomiya. Please keep your boarding ticket and pay the fare at your destination. Thank you for traveling with us. We look forward to seeing you again.10時16分終点の黒磯駅に到着です。本日は東北本線を走る E531 系のご紹介でした。皆さんも興味があればぜひ乗車をしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。